結果その高速バックバスで戻ってこいたもんで早く戻れたもんで、じゃあちょっと大阪府内も潰しとこうかって言うんで、難波と桜島だけ行ってきて、これからみんなユニバで楽しい思い出作るんやろうなみたいな。本当にさ、大阪とさ東京へとさ、電車に乗ってるときスマホ見てる人の率がさ全然違うよな。大阪はそうでもないんだよね。そう、うん、大阪って割と車内で喋るよね。言って喋るよな、うんうん、コロナでどうなるかなと思ったけど、やっぱ結局喋るよな、うん、この人と話すし、びっくりしたのがここなんや、地元のお連れさんだからと思って話しとって、ずっと話聞いとったら、うん、隣のお友達が何や知り合いかって言ったら、はじめましてってあ、はじめましてって、めちゃくちゃ知り合いかのようにめっちゃ気さくで話しとって、うん、あの時はどこで降りんのみたいな。本当コミュ力の塊だよ。うん。あと本当安倍の橋から、あの大阪、南大阪線か、うん、安倍の橋か、近鉄の安倍の橋から古市の方、うん、電車に乗っとった時に。本当にあのおばちゃんが網ちゃん配っとった時には大阪やーって。何がすごいって、好きなモテキって、あのいろんな種類がもうジップロックの中にいろんな種類のが混ぜてあって、うん、好きなモテキって俺の7層のテンプレなおばちゃん、うん、すごい、何でもバラエティーよく選べるように、うん、あのミルクの飴玉から蜂蜜金柑のラーメンみたいなやつから、うん、いろんなバラエティーのやつをこのでっかいジップロックのところにいろんな種類のやつを入れてグサグサって混ぜて、飴ちゃんの袋を普通に持っとるのとちゃうんやっていう、うん、大阪やっぱ独特のあるよな。おもろいのか、あの四日市でも配達しとるやん、あの会社さんによってはさ、あの四日市がさ近畿エリア扱いになっとって、うん、人事異動とかが基本大阪を中心に回っとるところとかがあるのさ、そういうところやと事務所入った瞬間にど関西弁やから、うん、いや言うて距離あるね、でもうあと4キロだよ。うん。この次かな。あれ、まだか。もうちょい過ぎかな。うん。この2個目の信号を右で。はい。右。はい。あ、前も右だ。あとはもう道なりで着きますわ。はい。すげえな。お、プリウス入った。あ、日本局や。あんなとこにあるんやな。やだ。なんか18切符で東京から今どこまで行けるのか、西にどこまで行けるのかって言ってさ、うん、昔は小倉だったんだけど、うん、この夏、去年の夏だったら、うん、新山口でしたっていう動画見てたわ。ああ、新山口なんや。亀山ぐらいだったら、うん、福岡ぐらいまでないけるな。あ、結局あれか、やっぱあれがなくなったのが痛いのか。新快速が減った影響で、一回福岡行きたいんだよね。福岡？うちも四国も九州も2回乗ってたから。あ、そっか。
九州でも2回しか行ったことない、うん、福岡も行ってるけど、キャナルシティとかあの周りのところはいろいろと回ってたけど、うん、あの一回行きたいのがあのね、うん、マニアックなんだけど、あの小倉の近くにある地図の前輪っていう、前輪ってある、はい、あるじゃない、前輪ミュージアムっていうのがあって、小倉にあるんだ、うん、さ小倉だから、そこすっげー行きたいんだよね、いつか行きたいと思ったけど。いいね、前輪はいいよ。もう前輪の住宅地図、俺廃家禁止やってんから。でも地図みんなやっぱ好きだから、うん、一回行きたいな、うん、でも年末年始休みがね、1月15日までだからね、長っ長半月休むんだって、うん、土日もやってないの。うん、やってない、それは難易度高いな。やってたら行ってたかもしれない、うん、小倉だもんな、福岡ですらないっていうか、うん、結構距離あるんだよね、あの、うん、小倉と博多で、小倉博多は遠い、なんか近いイメージあったけど、地図で見るとめちゃくちゃある、冷静に考えたら新幹線で20分がそれぐらいかかるやろ、300キロ走って20分かかるってことはその辺の人間はないじゃないかな、うんうん、だから、名古屋豊橋ぐらい離れとるのか、確かそのぐらいあるかもしれない、うん、あ、名古屋豊橋いいっすかな、あの静岡浜松くらいだった感じかな、待って静岡浜松も遠いぞ、うん、小倉はほえで、小倉と博多と一回ずつか、うんうん、小倉行って戻ってきて一回で、博多は、熊本行った時に一泊目博多に行って、もう次の日、うん、熊本行って、うんうん、感じだったな、あの柳川高校見てきたもん、さすがに18切符じゃないね、あ、それは違う、うん、何だったっけ、一応社員旅行か、あれカラオケ屋の時の、うん、エリアマネージャーとだってこれであそこ回ったやで、うん、あ、ゼニアもうすぐだからね、うん、そう、どこ行ったらいいかな、どこ行ったらいいかなって、いやー、言って私も福岡初めてですからね、うん、ちょうど良かったのがこの橋渡ったし、うん、明太子のお土産を買うのにちょうど阪急百貨店が物産展で明太子市みたいなのやっとって、うん、かなり格安で買えた、あ、うん、こういうとやつは土産物屋で買うと高いやん、うん、で百貨店やったら全国発送とかも受け止まっとるし、うんうん、で百貨店とはいえ、うん、地元向けにやっとるやつやから、うん、そうすると地元の人が買ってくれる値段でないとやらないんで、うん、そうだ、うん、でちゃんとしたやつではもうそれなりに、そんなにバカみたいに値段にならんはずやし、いろんな種類が物産展でちょうど出とったもんで、うんうん、食べ比べとかもしながら全部試食できるもんで、うん、いろいろ試食しながら選んでてきて、帰り駅か、うん、新幹線の駅のところで土産物屋チラッと見たエリアマネージャーに、うん、買ったやつおなおあの5000円ぐらい浮いてたわってすごいね、こっちで買うと高いねって、うん、あの気持ち分かるんですけどお店の前で言わないでくださいって気まずいねってすごいね、これさっきのところだったらより1000円高いじゃんって一緒のもんなのにってなんだけどな、ここのゼニア、うん、迷子に、ま、なっとって気が付いたらスーパーがあるわと思って寄ったよ、うん、そしたら意外と品揃えがいいなって、うん、あの
江戸紫だったんだっけ、うん、あのドライのところで、うん、あ結構いい品揃えがあるの、ね、覚えてる、うん、10年以上前の話やけど、うん、着いたー、うん、じゃあ全然で買ってきましょう、うん、イエーイ。